はいどうもこんにちは、こんばんは、ハンドです。アドバンスドファンタジアン続きやってまいります。よろしくお願いいたします。今いる場所はここね。はい、じゃあここは出て、南側の方に向かっていこうかな。こっち側も気になるけどね。とりあえずまあ南側に向かいます。1、2、3、4、5、2、3、4、足りない、逆だ、1、2、3、4、5、よし、あ、降りる階段、降りない。応急処置してなかったっけ。応急処置しましょう。かぐやさん、何、あれ、応急処置してからセーブしたんだっけ。そうだったのかもしれないな。どうみたいだな。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、1、2、こっち南側に行ってみる。おっと、ここも降りる階段？ある程度歩ったら応急処置またできるようになる、応急手当か。できるようになるのかな。かぐや。先頭は挟まないとダメなのかな。あ、そういえば、前回のコメントで、クラッシュソード、リストに入れてありますよってね、N さんの方から、お怒りのコメントが入りましたんで、怒ってはいないけどね。武器防具リストには入ってないんだよね。なんか、アイテムコードの方に入ってるよって言ってたんですけど、アイテムコードの方でちょっと検索かけてみるか。クラッシュ。まあ、確かに入ってるんだけど、名前が入ってるだけで、どんな武器なのかは入ってないのかな？あと、なんだっけ、ディスコードの方でね、海賊さん、あ、名前言っちゃった。K さんと N さんにね、ENC についてツッコミが入ってたんですけど、一応、これもね、リストの方に ENC 重量、かっこ重量ってね、書いていただいておりましたね。ただ、システムがいまいちよくわかってないんだけど、この、ENC が、なんか、あれかな？消耗していくようなタイプなのかな？状態見てみようか。で、プライムさんの状態を見てみて、ENC、あった。10分の6。ってことは、10分の6、10ENC。これ単位わかんないんだけど、10持てると。10持てるうちの6をもう使っててっていうことなのかな。だから、なんかアイテムとかね、そういったものは他の人に持たせておいた方がいいんじゃないのと。いっぱい物を持てる人に、例えば、石井さんなんかいっぱい持てるんじゃないの？ 18 持てる？うちの8消費してるってことかな？
はい。ということでね、ENC は、重量のことですと。何の略かと言いますと、エンカンブランス、ということで、エンカンブランスは、クラシック D&D でも持てる重量の意味でしたということで、はい、なるほどね。はい、了解です。わかりました。じゃあ滝の方に進んでいきましょう。こっちの方にね向かいます。あ、鍵かかってる。調べる。うん、そうだね。罠はないということかな。解除。プライムが鍵を解除した。よし。これ、誰も解除できなかったら積むってことなんでしょうかね。123、ドアを開けてね、中に入った場合のモンスターはおそらく固定なんじゃないのかなと。ジャイアントビートル。よし。おお、結構入ったね、ダメージ。ありゃ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 こりゃりゃ。よし、まあ明らかに以前よりはね、楽になっていると思います。それでもミス多いけどね。パスも止まっちゃった。げげ、10発止まった。ロールがいいのかな。以前もね言ったかもしれないけど、内部のロールがねどんな感じで振られてるのかっていうのもね見せてもらえるといいんだけどな。このツインテールってやつは2回攻撃してきてるけど、尻尾が2本あるからってことなんでしょうかね。
いずれこっちもレベル上がると2回攻撃したりとかね、ウィザードリーみたいに複数攻撃とかできるようになるのかな。今回のオニクスさんの活躍がね、気になりますけど。やばい、超痛い今の。やばいじゃん。死ねるんじゃないですか。あれはやばいぞ。まだ死なねえな。あらららら、ミスった。回復魔法、回復魔法、ヘルがヒールだよね、きっとね。ボディこれでいけないかな。耐久力が3回復した。耐久力、ああ耐久力は減ってなかったのか。疲労度回復しなきゃいけないのか。じゃあ まだ大丈夫なのか。疲労してるだけで。まず疲労度が減って、その後耐久力が減るんだよね。頼む。ダメか。神はいないのか。決めてくれ。決めないんだよな、このゲームはな、そういうとこで。よし、よくやった。一応疲労回復アイテムは持ってるけどね。まあどうなんですかね、使わなくてもいいのかな。よし、ビクトリー。戦闘挟んだからこれで応急手当ができるようになったと思うんだけど、どうかな。なんで？なんで？なんで？どうして？あ、回復した。やっぱスキルが低かったりなんかしてうまくいかないってことなのかな？ちょっととわからんですね。そこのあたり、N さんからいただいた情報を見てみよう。技能ありの、技能成功率の、計算式が書いてありますね。これにのっとって、応急手当なんかもね、使えるようになるのかな。器用プラス知性。プラス、人種、種族による、なんかこう補正が入ってということですね。プラス上昇係数、上昇係数は3プラス基準能力、10分の基準能力、
なるほどね。まあ何しろ、そういうことですね。抵抗しないとダメだってことだ。これでも何回もやり直せんのかな。一度失敗すると同じ組み合わせはしばらくできなくなるのか。これ何回もやってもダメなのか。ダメだね。1、あれ狭いな。南北3ブロック東西2ブロック、はい、南側に行ってみますね。1、2、ブロック四方。はい、何もなしと。1、2。なんだ？あれおかしくないか？あれ？ん？さっきの部屋とつながってた？あれ？つながってたんすか？あれ？あー、一方通行の壁になってるのか。そういう場合は、こういう風にしとこうか。見えないってわけじゃないんだよね。こっちからだと本当に壁があるんだ。ケーブルトロールとオーガー。しかしまあ応急手当は結構重要そうだからね。スキルは十分上げておきたいところですね。よし、やるときゃやるんだよ。毎年体力をね、多くても命中しやすいとやっぱ楽しいですね。やっぱなんかこうさすがにね、全然当たらないと、なんかね、ストレス溜まるっていうか気持ちくなんないですよね。よっしゃ、
よし。あれ？決まんなかった。よし、やるときはやるんだよ、鬼吉さん。ほんとね、命中率は高くないけど、当てればね、よくクリティカル出してくれて、いいですよね。そう、応急手当て。増えないな。この応急手当のシステムをね、ちょっと教えていただければと。12。ランダムエンカウントはキャンセル。はい、じゃあこのまま北の方に向かいましょうか。こっちね。12。ドアの向こうから誰かが声をかけてきた。あんたたち、俺たちを助けに来てくれたのか。だったら、あのオーブ壊してくれ。こうしないと誰も助からないぞ。パーティーが説明を求めると、村人はこれまでの経緯を話し始めた。半月ほど前のことだった。村の薬草使いのニーフレムが偶然ある家の下にあった旧世界の遺跡を見つけた。ところが彼は遺跡の中にあったオーブを取り、オーブに取りつかれ、村に怪物を呼び込み、村人を全て捕らえてしまった。オーブは4本柱のある広間の奥にある鍵のかかった部屋にあるらしい。その部屋の扉の開閉装置は4つの柱の中心にあったと思う。ちょっと複雑やね、言ってることが。オーブは4本柱の広間の奥の鍵のかかった部屋ね。とにかく、その、4本柱のある部屋の、開閉装置を使って、扉を開けて中に行くとオーブがあるということですね。はい。このドアは魔法で守られているらしく、手を触れることができない。じゃあ、そこに村人がいるのかな？なるほど。鍵がかかっている。1、2。ここも村人たちが全部閉じ込められている部屋なのかな？はい、同じだね。よし、じゃあですね、ちょっと戻って、この戻る必要はないか。じゃあ全部見たのか。じゃあ、下のフロアに行きましょうか。降りる。
このゲームひょっとしてだけどね、戦闘も細かく時間が管理されているので、応急手当を前回してから次に応急手当ができるようになるまで時間が関係あるのかもしれないですねって言おうと思ったんだけど、そうでもないのかな。123、123、南北2ブロック、東西3ブロック。はい、モンスターね。鬼キスさんクオリティ、鬼キスクオリティ。よっしゃ。あー、12発止まり。せっかく13発当ててんのにな。石井さんが攻撃するとね、ダメージでかく入るんだけど、その分カットされちゃうんだよね。なんでだか知んないけど、たまたまなんでしょうけどもね。ありゃま、そういえばね、これプロジェクトエッグ版ですけれど、のツイッターのプロジェクトエッグ公式アカウントの方にね、PDF の
マニュアルつけてほしいっていう話をしたんですよ。で、しっかりとちゃんと PDF のマニュアルつけられるかどうか、ま、ちょっと上の方に掛け合ってくれてるっぽいんだよね。入ってくれたらいいんですけどね。このゲーム結構複雑じゃないですか。元がね、テーブルトークなわけだし、ルールが結構ね、こう、複雑かつ難しいので、そこはね、ぜひともお願いしたいところですよね。まあ、見なくてもクリアできるのを確認してるって言ってましたけど、まあ、前もって知っていれば、まあできるんだろうけどもね。知らなくてもクリアできるのかもしんないけど、魔法のシステムとか、魔法、マニュアルないと、絶対と言っていいほどね、積むと思うんだよね。だけど、あるんだったらなんでつけてくんないんだろうね。なんか過去に、アドバンスドファンタジアンを配信してた頃には、PDF のマニュアルついてたらしいんだよね。なんでつかなくなっちゃったのかなってね。なんか問題がある箇所があるなら、そこを消してでもいいからつけてほしいですね。通常、当時のほら、電話番号だとか書いてあったりだとかね、そういうのがある場合は、まあ今までもね、削除された上で、提供されてたと思うんだよね。なので、もしね、プロジェクトエッグ版、プロジェクトエッグの、方がね、この動画を見ておりましたら、何とぞ、前向きにご検討のほどよろしくお願いいたします。俺がクリアする前にね、お願いします。そうすれば、この動画の中でね、PDF のマニュアルつくようになりましたよって。やべえ、弾がなくなっちゃった。俺の方でね、宣伝できますって偉そうなこと言ってもね、こんな大した宣伝効果はないけど。やべえ、アローがなくなっちゃったよ。現地調達とかしてほしいね。武器変えるとかできないかな。武器変える、スリングに変えたらどう。スリングだったら弾いらないとかないかな。ゲームによってはね、スリングって弾いらなかったりする場合もあったりするんだけど、いやー、アロー必要なんだ。スリングでもアローを投げるってこと？スリングで？まあ、やることなくなっちゃったな。よし。うわあ、痛くもない。痛いよ。よし。しかし、このゲームの場合だと実戦では何の、その成長も見られなくて、視
シナリオをクリアした上でトレーニングをしなければ一向に強くなれないというね、そういうことなんだよね、きっとね。星は欲しかったね。ですよね。なんか実戦やってんだから少しは成長もねするんじゃないかと思うんだけど。まあお金持ってないのはねしょうがないけど、でもそうだとすれば素材をねゲットしてそれを売っ払って金にするとかね。当たらんね。よし、やっときゃね、ゆっさん。ありゃ、そうなんだよね。石井さんが攻撃すると弾かれるんだよな。当たるんだけど弾かれる。ちょっともう後ろの人は、まあかぐやはもう弾がないけどさ、プライムもそろそろ節約しとかないとやばいような。決めてくれ。よし。ああ、2発か。今なんかあった。よし、鬼吉さん決めた。さてと。応急手当てチャレンジしてみましょう。応急手当てチャレンジ、よし。ダメだ。なぜだ。わからん違いが。よし、まあいいだろう。特に何もなし。あ、鍵がぶら下がっています。ちょっと待って、調べる。仕掛けられてない。よし、取る。鍵取った。やっぱあれなんだ、横向いてたりするとイベント発生しないんだ。決められた方を向いてないといけないんだね。これは結構危ないね。よし、鍵手に入れましたと。魔法の、あ、ちょっと待って。魔法の扉がね、あ、魔法の扉、魔法の鍵がかかった扉開けられんのかな、これで。ちょっと、鍵かかってた方行ってみましょうか。こっちね、これね。手を触れることができない。道具。プライム。鍵。使えません。そうなんだ。
やっぱ魔法の鍵みたいな感じなのかな。じゃあこの鍵は別の場所なんですね。よし、もう一つの階段の方に行ってみよう。ここからを降りた。こっちは逆だ。1、2、3。1、2、3。1、2、3。多分こうなってるんでしょう。速で配置を確認して。一応調べるか。鍵はかかってない。1、2、1。地下3階にまで来てますけど、結構広いね、まだね。モンスター現れちゃった。3ブロック四方かな。はい、3ブロック四方。あれ、どこでセーブしたっけ。あれ、どこでセーブしたんだっけ俺。ここがこの扉か。なのでこっちだな。
3ブロック四方だと見た。リザードマンとケーブトロール、あ、後ろで基本的に見ているだけにしようかな。光栄は矢が心もたないのでね。よし、おお、すげえ、2発で死んだ。よし、なんか突然強いな。村がすごいね。村が、さすがにリザードマンは強いね。そしてここんちの リザードマンは左利きじゃないんだね。某ゲームのせいでね、リザードマンは左利きっていう印象がすごい強くてね。まあいくつかのゲームではね、左利きに設定されてるものもありますけど、結構体力あんな。さあ、シールド持ってやがるのかなね、こいつ。なかなか訓練された動きなんじゃないですかね、なんか。おお。あ、一発か。そういえば、ロードスト戦記の、ゲームではね、ダンジョンの途中で休憩したりできましたけど、このゲームもね、休憩できないけど、ソードワールドも休憩できないんだよね。部屋によってはね、ここでは休憩ができそうだみたいなのがあってもいいんじゃないかなと思うんですけど。ゲームブックとかでもね、なんかたまに、ここでは休憩できそうだって、食事をとっても良いみたいなのがありますけどね。あれ、なんか石井さん耐久力結構減っているね。
まだ大丈夫かな。やばい、疲労度がマックスだ。疲労度がマックスになっちゃうとガンブルしやすいとかそういうのあんのかな。リングマスターの時とかはね、なんかそういうのあったけど。あとシールドパリーとかはやっぱ正面からだと受けやすいとかそういうのもあったりするんですかね。当たらないね。ミスって出てるのは向こうが避けてるというよりはこっちが攻撃をミスってるってことなんだろうかね。どっちであってもミスって表示されるのかな。こいつしつこいっていう言い方ないな。手強い。あ、死んだ。あれ重傷じゃないですか、エコさん。そっか、疲労度マックスになると重傷になる。それこそ応急手当だよ。うまく手当てできなかった。エコさん自分でやってください。あ、ダメだった。あ、続けては無理ってことは一歩歩けばいいのかな。一歩歩った。ダメなんだ。時間が経たないとダメなのかな。じゃあ道具使ってみようかな。セーブしてからにしよう。効果がなかったらもったいないからな。これエコさん、わー、重傷になっちゃうともう疲労度回復しなくなるのかな。その傷が治るまで、そういうこともあるかもしれない。なんもなさそうですね。上り階段、マジか。複雑だね。重傷のまま先に進んじゃって大丈夫なのかな。一旦戻って、次回ってことにした方がいいのかな。矢もないしな。一回戻るか。戻る
のね、決断も重要ですよね。ということで、あれ今いる場所どこだっけ？あれ？あ、ここか。ついでに、まだこっち行ってないから、こっち行きながら戻りましょうかね。一応ね、応急手当てしてから、あーダメなんだ、戦闘挟んでないからなのかな。キャンプは？お、治った、重傷が正常になった。耐久度がね、石井さんとかだいぶ減っておりますけど。はい、町に帰ろう。これ、日にちが過ぎちゃうと、なんか失敗とかなんかそういうのはあったりするのかな？お店。プライムのクロスボウの弾を2セットぐらい買ったか。で、家具屋さんのアロン8分の4。なるほど。そういうことね。やっとこう理解しましたよ。3セット。よし。あと、雑貨屋で、あれ？雑貨屋で、物がね、いっぱい持ってる石井さんに、ポーション。耐久度の回復。いっぱい物も買いたいんだけどさ、何しろお金が稼げないからな。はい、というわけで、今回はこれで終わりにいたしましょうか。まあ、今回はね、マップがだいぶ踏破できたのと、あと村人から重要な情報をいただきましたね。4本の柱がある部屋で、鍵がかかってる部屋の奥の、オーブを、
なんだか何かをすると。でその鍵をね開けるためには4本の柱がある部屋の真ん中になんかあるって言ってたよね。あと手に入れた鍵はどこで使うのかっていうのをちょっとありますね。鍵かかってる部屋が他にあったか、今のところはないよな。ここはまあ魔法で開かないってことなんで、多分持ってる鍵では全部開かないんでしょう。試してないけどね。はい、じゃあね、本当はね今回でクリアまで持っていきたかったんですけども、ちょっとお時間が足りませんでした。ここまでご視聴していただきましてありがとうございました。次回のアドバンスドファンタジアン、お待ちください。お疲れ様でした。ありがとうございました。さよなら。